はい、こんばんは。こんばんは。お疲れ様でーす。お疲れ様でーす。ブータローと、ゆうちゃろでーす。はい、もう、最悪。もう、何が？え？すんごいせかされて。もう早く。はい、今は、ね、お風呂上がりの、はい、今お風呂上がりの、コンタクトもつけず、今全く見えない状態でこんな実況をさせられてます。なぜなら今日はライトニングが出るからです。イエーイ。ということで早速紹介いってみましょう。ついに来ましたライトニングさん。はい。で、とりあえずブー太郎は、うん、今チケットが5枚、うん、聞いてないよ。紹介いきましょう。5枚あるんですけど。そうですね。はい。めっちゃせかすやん。はい、来ました。見たいんですよ。早く見たいんですよ。はい、押してピッと。はい、指。はい、とりあえず半額召喚。はい、行きましょう。はい、ポチッと。これはね、もっと余韻を残しながらやっていかないと。余韻なんか後で何もでも作ったらええねん。もう見てください、この3人のキャラクター、はい、ライトニングとシャルロット。何これ、リュドミラ。このリュドミラさんはね、そうですね、連続版。はい、その引きながら引きながら説明してくれる。わかりました。はい、じゃあもう行きます。うるさいんで。はい、しかも髪の毛めっちゃボサボサ。わかったわかったもん。なんでリュドミラさんは何喋らんのかい。連続版。連続版ね。そう、トラマスが、連続魔ということで。でもこれライトニングさんじゃないやんか。そうだよ。で、これも覚醒もなしで。おっ、覚醒あるよ。金が来た。はい、どうぞ。でも金じゃなくて虹がいいんだよね。ガイフォーじいちゃんが出ました。はい、ということで。三学召喚は終わり。ってことで、こちらの、あれ、これ11連これ。いや、11連も一緒じゃない。あ、これやっぱ11連じゃないと無理なんじゃない。あ、いけるか。いけるわ、いけるわ。ってことで、チケットを使っ、もうまた拡張や。なんかいつも拡張出てるくない、この動画撮るとき。はい、拡張しました。はい。ってことで、チケット5枚あるんで。5枚もあるの。はい、5回行きまーす。はい。もうパンパカパンパカ行きますね。とりあえず虹が出ないとライトニングさん出ないんですよ。はい。ブルー。出ませんでした。でもいいね。他のキャラクターでもいいんで。あ、また昇格や。すごくない？うん、すごい。適当すぎでしょ。すごい。あ、シズルやん。よかったね。シズルか。シズルって強いんじゃない？乱れ打ち覚える。覚える？うん。でも今日はチーズルさんじゃないんですよね。オッケー。あと4回しか引かれへん。お、頑張れ。あ、ちょっと待って。なんかバリキーン出てくるねんけど。キーンじゃないんですよ。でも昇格あるんですか。ほら、マジや。ちょっと待って、緊張してきた。あかん、どうした。ねえ、これライトニングさんじゃない。シャオシャオシャオ。あ、リドミラや。ライトニングじゃなかった。残念でした。でもよかった。でもよかった。出たよ。よかったよ。この人、連続魔の人ですよね。うん。よし、とりあえず。もう今ので全部の引きを使った気がするねんけど。もう一回。うわぁ、もうせっかく虹出たのに。こんなことありえる？あ、青やわ。あ、次こそ青ですね。うわぁ。誰や、鶴瓶や。鶴瓶や。あ、もうめっちゃ今緊張したわ。絶対来たと思ったのに。間違えてできん。はい。あと2回。あと2回です。頑張れ。ああ、誰が来るかな。ああ、もうブルーや。もうブルーや。ああ、もう今ので多分引きを使い果たしたんや。もう出た、ベディール。もう前の動画見てもらったらわかるんですけど、ベディールにすごい好かれてるんですよ。はい、いきますね。最後。最後です、ブー太郎。あ、ブルーやった。でもよかったよ、一匹出たよ。一匹出た。もう諦めてるっていう。誰？あ、シャルロットよ。2匹も出たよ。よかったよ。イエーイ！でもライトニングが来てない。やっぱあとはシャルロット来た。どうする？ラピス使っちゃう？でもラピスある分だけ使っちゃいます。あと3回です、だから。オッケー。あ、またや。調しちゃっていいか。いいよ。3回引きますね。これでライトニングが出たらコンプリート。
あっし、ダメだ。おしじゃねえんだよ。間違えた。おしじゃねえんだよ。心の声がついつい出ちゃった。あ、シャルロット似た。シャルロットまたやたら出る。ピックアップですからね。あ、そうか。今。だからですよ。そうやな。あなたはもう嬉しいんですけど。そうでもチケットまだ1枚となってたけど。あれ？ほんまに？うん。あ、ピンや。昇格ありちゃう。こっからの昇格、はい、ちょっともう、最低やと思いません、ね。勝手に人のやつをして、あかんかったわ。あかんかった。残念。シャオやん。よかったやん。ありがとう、シャオちゃん。でも今じゃないんです。チケットの方。あ、ほんまや、まだある。ほら。あ、ないやんか。あ、ないんか。ないよ、びっくりしたね。ないですよ。はい、もう行きますよ、次。最後です、これ。はい、最後。泣いても笑っても最後。あー、ブルー。残念でしたー。誰？普段、なんか久々見たこの子。ってことで、ブー太郎は、終わり？ヒカキンプレイヤー、無課金プレイヤーでやっていくので、もう、泣く泣くのライトニングさんは、諦め？また、いつか来てくれると信じて、ブー太郎は終わりにします。はい。じゃあ次、ゆうちゃろうさんの端末でいきたいと思います。イエーイ。はい、ゆうちゃろうさんの番ですよ。はい。ほんまに。自分が弾きたくて仕方ないんですよ。じゃあ、早速ひ、半額からいってみます。半額できたらどうする？一発質問。はい、残念でした。青が。残念でしたね。ガーランドや。お、よかったよ。持ってるし。ガーランドさん、全然いいな。最低じゃないし。あ、先に、チケット。チケット使いましょう。5枚いただきましたからね、CM かなんかで。ほんとそれ。適当だ。あ、シャルロットや。あ、よかったですね。ありがとうございます。やっぱ、ピックアップですからね。出るんよ。出ますよ。でもこれ、ライトニングさんなんですよ、今回の。それ、ライトニング欲しいねんけど。もう、青いらん。誰やねん、アンゼルムってもう、ほんま。絞りかすばっかりやんけ。チケット返せ！青ばっかりやんけ！チケット返せ！全然クリスタルの色。パークせえへん、ママ。もうパンネルばっかり。はいはい。もうちょっと拡張。はい。拡張しました。きっと。なんだ？これか。もう、運がない。あ、リュドミラ。お、出ましたね。こいつらはやたら出んねんな。うん。最後の一枚！これは見る？はい、青。はい、5回目。6回目か。6回目が終わりました。あ、またジュドミラ。よかったやん。こいつ連続マンのやつか。かな。うん、そうそうそう。ということで、ゆうちゃろは課金プレイヤーということで、こっから、11連召喚、行ってみたいと思いまーす。行っちゃってください。はい、行きまーす。ふぅあ、お、金や。金やー、まあ、金は絶対出るらしいので。ここから覚醒、あれやんな。変革するか。あー、誰？あ、二条ラメさん。誰？リュドミラ。ああ。虹がいないということで、残念ながらですね。リュドミラどんだけおんねんっていう。2体にシャルロットなんか3匹もおる。すごい。ということで、なんだっけ。誰だった？ライトニングが出るまで引き続けたいと思います。ということで、早速課金してしまいました。恐るべし。1万円も課金してる。そう。8800円ね。でもこれで20連ぐらいしかできないってこと？22連ですね。ということで、早速行ってみたいと思います。出るんでしょうか、ライトニングさん。出てこい！これで出んかったらラピス返せよ。誰も返しません。もう、金かよー。おい！おい！これ20連出てることあるんですかね？あるかしら。20。
おる？うん、おらへん、最悪。しかもセシルとかもいらん、もっと。いるやん、エクスカリバーやん。もう待ったこいつ出てくんねんけど、シャルロットやったら出てくんねんけど。あ、ガーネット出てきた。ガーネット？うん。やばいじゃないんですか、ちょっとお兄さん。やばいぞ、これ。ほんとにやばい。さあ。出てこい！ね、行きますよとかの声かけぐらいちょっとしてほしいんですよね。もう完全に出てこいへん、あの動画を撮ってる意識ないので出てこい。あ、出てこんかった。やばない？2時ゼロ。ああ、では見て、ラピス会に行きやがった。怖、恐ろしい男やで。行きまーす。あと何回弾けるんですか？あと3回 !11 連なので33連いけるのか。ゆうよは、ちょっとそろそろ出してもらわないと困りますよ。もうこれで、やめときます。あれ？出るまで弾くって言ったのに？あー、もう出てこへんやん、あんなこと言うから。やば。誰やん、ディーンって。懐かしい、ディーン。で、ここで拡張しちゃうともったいないんで、ということで、もう一回、行きまーす。行ってらっしゃい。ちゃんと念を込めて。てかそう、携帯変えてきたやん。うわ、ブルーや。念込めたらあかんやん。てかさ、こうブルーの場合ってさ、ブルー以上出るってこと？出へんの？昇格は来るんか。昇格は来るけど、それ以上出るのかな？知らないです。ほらへん。怖ぁ、もう怖ぁ、11年。怖すぎる。全く新しい駅は出てない。お、ルノ出た！ああ、おめでとう！やったー！だけども。だけどもやな。うわ、もう最後やで。怖ぁ！うわぁ、怖ぁ。こうやって課金プレイ。そんな出てこへんの、これ。お金を使っていくんやわ、怖ぁ。マジで言ってんの、これ。はい、泣いても笑っても最後ですよ。出るまでって言ったのに悔しい。行きまーす。あー怖。どうするもこれさ、最初に金来ないと金出てこへんのかなって思った。あ、また金、あ、金ちゃうわ、クリスタルじゃない、虹、虹や、間違った。もうホームショック。あ、ほらへん。あ、レオ出た。レオ嬉しい、初めて。ライトニングさん出るまでって言ったのに、今で何連？55連。55連？うん。え？そう。もしかしてまたゆうちゃろさん買いに行く気？行っちゃおうかな。いける！よし！行きまーす！怖いです。もうライトニング出るまでよ。あ、またブルー。なんなんこれ、日頃の行いの。うん、日頃の行い悪いもん。は？今日だってこのガチャ引くためにせかされるし。もうマジふざけてる。もう帰れ。お、光の戦士よ。よかったですね。もうそれはまあこんだけ引いたら何かしらね、来てもらわないと。いや、てかもっと出てこいよ。あれですよね、一個一個やってった方が面白みあると思うんですけどね。あ、虹が来たとか。もう11連ってあっという間に終わっちゃいますね。いきまーす！最後にしてくれ。ダメー、マジかー。あー、あ、そっか、もう筋肉。これもう一回来たらね。来ない！てらい。ああ、出なかった。皆さん見ました？これがライトニングパワーですよ。人をここまで麻痺させる。何連引くつもり？
もうやばない。なんか絶対出えへん気すんねんけど。もうせやん。ちょっとそんな言わんといて。出るって言って。お願い。だってな、もう虹が出てこへんもん。ちょっと、もうちょっとね、すごい今ね、ストレス、フラストレーションがすごい溜まりすぎて、タバコ吸わせてください。ごめんなさい。あ、もうそんなんしたら余計出てこないんで。出てくるよ。ルナって誰？ルナだ。エナじゃねえし、ルナだよ。もうさあ、これ絶対さあ、もうあれじゃない、たまるくない、たまってもらわないと困りますよね。トラマス、何枚だ何枚だ何枚だ、これは恐ろしいです。神よ、もうふざけんじゃねえよ、どんだけモテ遊ぶんだよ。で金やったらモチベーション上がるけど、こんだけ引いて虹一個もなしってちょっとすごい引きじゃない、引きすぎたね虹を今までに。だってやったら虹引いてたもん。はい、もうなんかブー太郎すごい引いてきました。怖い、もうどこまで行く気なんですか。でもこれでさ、最後まで出んかった時もほらまた金やで、もうほんま、もう今日やめといたら。もて遊ばれてまーす。絶対引きないんやって。ほら。そうだわ、やっぱそうだわ。誰はやってって。すごい引きやな。そんなこと言うなや。そんなこと言うなや。そんなこと言うなや。だってもう出る気配ないもん。マジか、ちょっと待って、これきついな、精神的ダメージが結構大きいぞ。もう絶対携帯変えたる。いやいや、あいつ出てほしいねんけど。ジズル。ちょっともう恐ろしくてなんかもうコメントできないです。ゆうちゃろギブアップ、もうこれでやめます。これで出なかった場合、ごめんなさい。何連目？もう100いってんじゃん。何連目ですかこれ。100いってるよ。お願いします、もてあそばないで、ゆうちゃろ。ああ、もう出てこんかった。しかもブルーばっか。あ、バツや。あ、バツも来ない。申し訳ございませんでした。正気を失ったゆうちゃろです。後の進行よろしくお願いします。わかる？わからんよな、この気持ち。レッツゴー。最近帰れ帰れ、一個も出てこへん。もうほんま腹立つ。もう拡張、やばくないっすか。これもうてかさ、ここまで拡張するんやったらさ、もう文句しか足りへんだよ、ごめん。ここまで拡張するんやったらさ、別に強化する必要なかったんけど。コツはやばい。やばいやばいやばい。あ、来たね、やっと来たね、やっと来たね、みんな、みんなやっと来たよ。みんな、やっと来た。やっと来たー、やっと虹が来た。でも中身やで、ね。大事なのは中身やからな。まだ、ライトニングじゃないから。早く押して。押すで。ゆうちゃろさん見て。ゆうちゃろは見ない。ゆうちゃろは見ない。ブー太郎さ、ちょっと待って、見えへんねんな、目悪くて。ちょっと、端末。何せやん。マジで？もうなんで？
おめでとう。なんか、もうさらって言ったから、あ、多分持ってるキャラなんやろなと思って。いきます。もうここまで来たら意地でも出してやる。返せさっきの虹。暗黙の了解。やばい、もう。お、ごめん、押しちゃった。あ、これ昇格じゃ？出へんのかなぁ。あ、違うわ。そろそろ出してもらえます？はい。あ、また押しちゃった。もうぐだぐだですよ。もう出ない。いきまーす。何回目だ、もう数えてねえ。これでやめるんですね。はい、もうこのあと2回でやめます。ここまで付き合ってくださった皆様、本当にありがとうございます。ありがとうございました。そしてブルーっていうね、そう、おい、もうね、ダメな時はダメなんですよ。そうやな。そう、ほんまみんなね、ダメな時はダメやから、諦めよ。もう諦め。帰れ帰れ。お、そのモンド欲しかったんけど、もう別にこんな時にいら。まあ、でも嬉しいよ。よかったね、いっぱい欲しいキャラクター出てきたんじゃないですか。怒りますよ。もう最後はブー太郎さんに任せます。お願いします。わかりました。まあここでブー太郎を降臨したっていうことでやっとライトニングさんが出るんですが、遅いですね。もっとブー太郎の力を先に頼るべきでした。もう早くじゃ押して、ミスターの力いきますよ。うーはい、拡張して、2回ぐらい拡張して、3回拡張やな。 OK、 いきますよ。笑っても泣いてももうこれが最後。ライトニング、いざ、降臨！虹。怒りますよ。怒りますよ。大丈夫、金はここで絶対、あれなんで。で、こっからのブータロのいつもお得意なこの、こっから虹に変わるんで。怒りますよ。一つも虹ありませんけど。ああ、出ませんでしたね。はいはい、じゃあ最後ね、単発も言っときましょう。はい、何が出るかな。これで出てきたらほんま芝生だよ。絶対出てこえへんやん。ほらもうほんま返して、お願い。あ、セリアスや。セリアス持ってな。てかさ、こんだけ引いてさ、雑魚キャラばっかさ、被るってほんまふざけてない。てか、誰やったあいつ。デドミナ、いいこいつの。もう一匹。デドミナともう一匹の方。もうトラマスです。めっちゃ着々と引いてってんだけど。全然虹の気配がありませんよ。最後です。ああ、残念でした。あちゃ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 、こんなゲームやめてやる。最後このクソジジイか。はい、どうしても諦められないゆうちゃろうさんが戻ってまいりました。カムバックゆうちゃろう。どんだけですわ、ほんまに。ちょっと時間置いて
そう、戻ってまいりましたよ。そんな気がしました、ブー太郎は。いつになったら出るんでしょうかね。懲りない、ゆうちゃろ。もうこれほんま出してもらわないとこの動画の意味がなくなるからね。頼むよ。はい。はい。かしこまり。ちなみに、ドラマスが、ついに、そう、あのね、ライトニング以外、ドラマスゲット。連続魔と、銃盾装備って読むかな。ゲット、しました。おめでとう。連続魔いいよね。羨ましいわ。使えるやん。そう、使えるねんけど。ヒナとかにもつけれるやん。あんまり嬉しくないねんな。でもね、まあ、全てはライトニングさんが出ないと、ゆうちゃんのテンションは戻らないみたいです。そう。リュドミラなんていうリュドミラスリュドミラただ、なんかな、赤いやつ。そんだけ引いといて名前ぐらい覚えておいてもらえます？赤いやつおるやんか。赤いやつおるでしょ。あの赤いやつ。あいつ、トラマスになったにもかかわらず、まだあと4体も、おるんですわ。連続魔の人ですよね。そう。いいやんね。あと4体もね。いくらあっても。だって、1体は、1体プラスしたら計5体あまり4体もうびっくりすごいやだって連続魔だったらさすごくないそうそうエクスデスローゼリアとかにもつけたらもうケアルが2回であそっかあ賢っもうすごいことですよねこれほんまや何気なく嬉しくなってきたということで今のこの嬉しい気持ちのまま11連勝かもう一回行ってみまーす、はい、いってらっしゃいもうほんま当てて、もうブー太郎がハラハラするわ。はい。当てます。もうここで金を当ててもらわないと。あ、そっか。もうそうやって、多分飛ばすから愛情が伝わってないんですよ。ゲームに対する。あ、ほら。またシャルロット。シャルロット、シャルロット、シャルロット。ちょっとさ、もう虹が出てくれないとハラハラ感もなんもないんですよ。お願いしますね。なんか何連したか分からへんねんけど。あー、テンション下がる色が来た。そう。まあまあ。ブルーからの昇格でまた金になるかも。ほら。やばいね、今日の引き。すごいな。ですね。ついに、これ以上金を使うなと、断られました、運営なんですかね、これ。いや、違います。カード会社です。カード会社さんから、もうこれ以上はちょっと、30分後にお試しくださいっていうのが出てきて、およそ8万弱使ってます。なので危険性が高いと認識され、30分後に再チャレンジ。してくださいというあれが出てしまったのでもうこれでおしまいにしたいと思います最後の最後結局出ないふざけんじゃねえよラピス返せ金返せ相当落ち込んでますねああ終わっちゃったということでもうこれで本当に最後になりますので最後までご視聴いただきありがとうございましたライトニングさんの道のりは遠すぎましたね。バイバーイ。じゃ、またね。バイバーイ。恨みます。